はい、皆様、こんばんは。チューリップ・プリンセスです。もう夜中なので、またまた声を潜めておりますえ。今日はなんと2日連続でチューリップラジオをやってしまって、あの、でもまた全部聞いてくださったファンの方、どうもありがとう。今、コメントを読んで感激していた次第です。 えー、そして夜寝る前に恒例の美食女ご飯の続きを取っちゃおうと思いました。えっとね、結構もう1食目とか2食目とか、あのー、スイーツとかも多分もう取っちゃったと思うので、これはもう3食目ぐらいなのかな。あのー、まあ、ちょこちょこあのー、食べてるんですけれども、 一応もうほぼほぼね、あの全部私が作ったものとか食べたものを、えっ、ー、と、いつもアップしています。で、これはね、ずっとね、食べたかったの。カプレーゼ、美味しそうでしょカプレーゼをね、食べたくてね、作りました。なんかトマトがすごい食べたかったんだけど、トマトってなんかヒスタミンが多いらしくって、 えー、ナスカかなナスカのお野菜だし、ちょっとアレルギーとかね、アトピーが悪化してる時とかは、なんかやめた方がいいっていう情報もあってね、あの、食べないでいたんですけれども、だいぶ良くなってきたので、ちょっと念願のカプレージを作ってみようじゃないかと思ってね、 でこれはね、第一宅配のね、有機トマトなんです。そしてフレッシュバジルと、そして美味しい美味しい、早北っていうモッツァレラチーズなんだけど、すごいなんか美味しくってね、びっくりしました。<laughs> 全部私の好きなものを集めて、この早北も好きだし、この有機トマトがまたすごい美味しくってね、フレッシュバジルともこの三位一体になって、 ブラックペッパー、ヌチバーシュ、そしてエキストラオリーブバージンオイルかな。それをかけていただいて、めちゃくちゃ美味しくって、週一で食べたい、みたいな思っちゃいました。すごい久しぶりにね、カップレーゼ食べたなと思って、結構乳製品も控えてたし、ナス科のお野菜とかもちょっと控えてたので、しばらく。 すごく、あの、もう、嬉しくって、もうこれ半分ぐらい。うトマトも追加しちゃったかな追加しても、もりもり食べました。これ、王子もね、美味しいって言ってました。すごい嬉しくてね、いっぱい取っちゃったんですね。あれちょっとごめんなさいね。とりあえずちょっとごめんなさい。なんか、ごめんなさいね。なんかスクショが、 ちょっとこれ見せていいのかわかんないのでちょっととりあえず、えっと、カプレーゼのところであの一旦区切りたいと思いますごめんね美食所カプレーゼっていうことでちょっともう一つはあのね芋煮じゃなくって芋えっと芋炊きでしたっけ愛媛県の あれね、今日また実は作ったので、ちょっと次の動画であげようかなと思います。とりあえずちょっと一旦区切って、えっと、もうなんてことはない動画になっちゃったんですけれども、カプレーゼのご紹介でした。今日ね、作ったものとかはね、他の動画にあるので、また見てください。ごめんね、ちょっと5分ならないけれども、ちょっと一旦区切ります。